あいつはちょっとそこの前、とりあえず殴らせくんのは堂島組の桐生一馬だ。東国クレジットの社長に。うちの社長はあんたに。あじゃあお前ら半殺しにして、この人数相手にあんたひ、ああこっちはいい加減爆発しそうになってんだ。信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ。今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた。あんたの目的は何だ。おい近づくな。わかった。全部話す。だから、ちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ。その人は、あ、クゼノ
兄貴。まさかあんたが俺を。何の話だねえ社長さん。キリュウ、お前何やってんだよ。あ、殺に実施するように言ったはずだろう。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ。ああやっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。いい機会だ。おめえと錦山は孤児なんだってな。極道なんてただな。どういう意味だ。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。頭のためなら命も惜しくねえってよ。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。キリュウ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを。ある情報？ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。構成員2万5千の登場会、その直系道島組でのし上がったとなるや大した出世だ。それに例の殺しの真犯人も。やっぱり。さあな。ただこの話を受けりゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のね。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然う。何？俺のこともおやっさんのことも。ガキだ。この俺を敵に回す覚悟ならありますよ。それで
しもし、桐生だな、西木山だ。ああ、やっぱりお前からの呼び出しだったんだな西木。お前今どこにいる？風間組の事務所だ、天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに？今柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんはあの風間のおやすさんの片腕だ。なるほどな。それよりお前の方はどうだったんだ？もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ、だがいろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。分かった、なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、空の一坪って聞いたことあるか？クゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。よ、キリュウ。すいません、柏木さん。あの。どうもすいません。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったか大方予想がつく。久瀬のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうだ。空の一つぼで桐生が死なせたっていう死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たそれもっと早く言ってくださいよ。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく なるほど、つまり若頭補佐の三人衆が。冗談じゃねえ、おやっさん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。それより久瀬の話に出た空の一坪だ。ええ、柏木さんは。ああ、まず今堂島組の例の若頭補佐三人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ。そうだ、だがその中にどうやっても手に入れられ。それが空の一つも。ああ、
そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限り。そんなからくりがあったのか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億。10億？たった一坪の土地が？なあ、空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにも一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやっさんが握ってると言っていました。風間のおやっさんの持ってる情報って何です？いや、わからねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやっさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか。桐生が仇殺したってことで封建人。その上クゼが空の一坪手にして若が組から追い出す。まさか。ああ、あのおやさんが破門された極道の末路は一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられるに。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい。はでもキリュウは実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃおやさんも破門にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える。そうだ。だがクゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。はい。でもこのままじゃ桐生は無所に。俺らがクゼに手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。だったらどうすりゃいいんですか俺たちは。柏木さん、ああ、とりあえず俺の濡れ衣も今とにかく俺何かいい手が。ええ、俺おやっさんに責任がいかないようにするにはもう。一人でけじめつけるって何する気だ。キリュウ、俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。キリュウ、お前今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせる。何言ってんだ。杯もらって3年そこらのヤクザが五体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって。お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。
おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ？俺の言うことが聞けねえのか？おう、キリュウ！へえ。たとえ風間のおやっさんが止めたとしても、俺は行きます。こんな。許してください柏木さん。錦、車頼む。ああ、長い間お世話になりました。何が起きてもおかしくない。大丈夫だ。行こう。分かった。乗れよ。自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろう。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって、俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。上がりの人間は夢を見ることも許されねってる。なあ、今お前何考えてた？何も、ぼーっとしてただけだ。おらよ、いつだったかおやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。見慣れたはずの事務所が お疲れ様っす。親父は堂島？ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ、桐生一馬が。桐生さん、
ああ、すまなかったな、錦。本当にやるんだな。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。お前にそんな真似ができるのかよ。またな、兄弟。組を抜けてってことでいいんだな、キン。はい、組長に破門のお願いに。ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。円弧も詰めてねえじゃねえか。てめえ極道舐めて。あんたと話に来たわけじゃねえ。今現場で組み仕切ってんのはこの俺だ。円弧は詰めねえわ。金も持ってこねえ。おれ、学生気分で敷居またげろ。一粒の情報を聞く。組長に答えはノーってことか。じゃあもういいわ。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど、山の中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？てめえ、てめえ、兄貴分に向かって何しやがる。兄貴分だと？俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴、こいつは俺がやらせてもらいます。任せる。好きにしろよ。待て、
あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺のとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。来い。Yeah!
誰だ、なんだなんだ、やろう。